随分テンション高いわね。だって春だよ、私の季節だよ。それはもうテンション上がっちゃうよ。あ、でもそこまでテンション上がることかしら。わかってないな、せっかちゃんは。自分の季節だからこそ、心躍るんじゃない。ふーん、そんなものなのかしらね。ということで、続きを始めていきます。ねえ、唐突にネズミキツネザルが出てきたんだけど。ちなみにこんな生き物ね。待って、大阪の街の中にネズミキツネザルがいるの。あれが、ネズミキツネザル。とか言って未知の領域なんだね。前回も言ったけど、よく電車からネズミキツネザルを見つけたわよね。チキちゃんは動体視力がすごいんだね。でもでも、なんだか目移りしてしまって。いや、もっと建物とか、街並みとか、そっちに目がいかない。え、私に。お、おうかさんに。だ、大丈夫かな。私なんかが教えれるかな。大丈夫よ、私もいるから。だったら心強いね。なるほど、それこそが女神旅なんですね。それなら私の知識を全部教えてあげないとね。なるほど。では、早速。え、いきなり。あの、アマテラス様。ネズミキツネザルは、食べ物ですか？え、あんたって食べれるの？食べれるわけないだろかす。ですよね。わかったなら帰るぜ。すっごい口悪かったね。機嫌が悪かったのかしらね。そうね、動物ね、野良猫もネズミキツネザルも。犬とか猫が代表的よね。せっかちゃんのイメージひどいね。おうかさん、おうかさん。はい、なんでしょう。動物のこと、もっと知りたいです。いいよ、どんどん聞いちゃって。おうかさんが好きな動物の名前、教えてくださいな。私の好きな動物か。オオカは猫が好きなんだよね。うん、実は猫が大好きなんです。ということで、猫ってうつね。でも、なんでオオカは猫が好きなの？だって可愛くて、モフモフで、たまにじゃれてくる時なんかもう、キューンってくるじゃない？その気持ち、よくわかるわ。だよねー。なるほど。猫。そうだよ、チキちゃん。猫は、動物の名前、記憶しました。うんうん、そうやってどんどん覚えていってね。これでまた一つ、オオカさんのことが分かってしまいましたね。ふふ、分かってしまったか。そのままガンガン質問して、早くオオカを抜いちゃいなさい。え、抜かれたら、ちょっと困るかも。主様の意味がなくなるものね。う、私もどんどん成長するもんね。了解です。確かに窓から見えるものだけ教えてたらいつかすごい勘違いをしてそうよね。え、参考書物なんかあるんですか？書物？え、ちょっとそれ私にもください。これは抜かれるのも時間の問題ね。私たち、うう、しきちゃんの目がやる気で満ちてるよ。あれ？あれ？オオカさん、あれは何ですか？チキちゃんも勉強嫌いだった。似てはいけないところもオオカと似てしまったんだわ。私はそんなことないよ。でも、逆に少し安心したかも。チキちゃんがずっと勉強して、お話ができなくなったら少し寂しいもんね。まあ、そう考えたら、よかったかもね。それじゃあ、今回最初のサイコロをどうぞ。任せってよ。3です。さて、どこに行く？せっかちゃん。早くお供え物のところに行きなさい。はい。福島駅。ひらひらさんに、ピカピカさん。ひらひらさんに、ピカピカさん。おお、キラキラさんに、モコモコさん。キラキラさんに、モコモコさん。何かの連想ゲームかしら。窓の外を歩いている人の服装を見ていたのです。なるほどね。みんな可愛い服着てたんだね。どうして、
私はいつも同じ格好なんですか？え、それしかないからじゃないの。たまにはもっとおしゃれな新衣を着てみたいです。新衣っていろんなバリエーションがあるの。まあ神様の服にもいろんな服があるんでしょうね。でもどこに新衣は落ちているのでしょう？そんな RPG みたいに落ちてはいないでしょう。まあそうでしょうね。そういえば新衣が入っていると言っていましたね。それじゃあおしゃれ度が足りません。キキちゃん、おしゃれを極めるつもりだね。ワンポイントだけじゃなく全ポイントおしゃれにまみれたいんです。まさか、もうおしゃれについて考えるなんてすごい成長ね。どうにかしてください、アマテラス様。キキちゃんの泣いている顔も可愛いわね。でもどうにかしてあげたいわね。何か方法があるんだね。高級つづら、でもお高いんでしょう。高級つづら？相変わらずそのままだね。そのまんまじゃないですか。キキちゃんも同じこと言ってるわね。確かにそうだね。でもだったら言わなきゃいいのに。私が開けるの。え、そう簡単に開けられないの。何か方法があるのかしらね。多額のお賽銭ってつまりお金よね。もしくは暴力らしいわね。うん、キキちゃんのために頑張ってみるね。ちょっと待ってください、アマテラス様。どうしたの、キキちゃん。オウタさんにそこまで甘えるわけにはいきません。キキちゃん、立派になって。お母さん嬉しいよ。いつお母さんになった？私の顔に免じて一回ぐらいサービスしてくれてもいいんじゃないでしょうか。キキちゃん、変な方向で成長してるんじゃないか心配だよ。桜花に任せてたら甘やかすからわがままに育ちそうで怖いわ。そんなことないよ。いやー、なんか申し訳ありません、アマテラス様。お、さすがアマテラス様、気前がいいですね。さすがはアマテラス様、話がわかります。本当、アマテラス様には感謝しかないわね。うん、つきっきりで面倒見てくれるんだから、早速ですか。本当に感謝だね。ウタさん、開けてみましょう。あ、そうだね、早速開けてみようね。ちゃんと新衣が手に入ったら着替えるのを忘れないようにしないとね。よくある武器や防具は装備しないと意味がないぞってやつだね。確かに RPG では定番のセリフね。それじゃあ早速新衣を取りに行こう。軽くルール説明をするわね。ルールは下の9つの箱がランダムにシャッフルされるから、その中から好きなものを1つ選ぶのよ。どれも可愛いな。ねえ、全部欲しいんだけど。シャッフルした後に効力を支払えば何回も選ぶことができるわよ。ちなみにその効力の入手方法って課金よ。うへえ、やっぱりか。それじゃあ桜花、好きなつづらを選びなさい。うーん、それじゃあこれで。可愛い服が当たったわね。今時の子が着てそうな服だね。新衣って本当にいろんな服があるのね。特性は美しさ優位で、美しさの能力上昇量が 15% アップだね。他にもステータスが上昇してるわね。そうだね、最初はこの新衣でキキちゃんの美しさを鍛えていこうね。それじゃあ早速新衣をキキちゃんに着させてみてよ。そうだね、キキちゃん、お着替えだよ。へえ、いろんな新衣があるんだね。これを全部揃えるためには一体いくらくらいするのかしら。うーん、確か宝力3個で1回引けて、宝力1個90円だから軽く1万は超えちゃうね。おしゃれファッション、雑誌の一面飾れましたね。って、すごく可愛いよ、キキちゃん。う、桜花が溺愛しすぎて課金しないか心配だわ。私がちゃんとお財布の紐をしっかり結んでおかないと。心配しなくても課金はしないよ。多分やっぱり信用できないわ。それじゃあ今回はここまでにしようか、せっかちゃん。そうね、今回もいろいろ楽しめたし、今回はここまでにしましょう。それでは次回もお楽しみに。今回はここまでです。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録お願いします。
他にも、パトや私たちのゲーム実況、ゆっくり茶番などの動画もやっていますので、ぜひ見ていってくださいね。それでは次回もお楽しみに。また見に来てね。さようなら。